寺田広之寺田広之から1917年3月14日は日本の内務官僚。鳥取、岡山、宮城、広島の各県知事を歴任した。特に広島県知事在任中、県物産陳列館の設立に関わったことで知られる。品野国水内郡飯山に、後の長野県氏族寺田閣の長男として生まれ、慶応3年寺田官兵衛の養子となり、 家督を相続。1871年、飯山県文学助教県学館となり、司法省12等出資権士属4等警視に転じた。その後、警察は内務省に移り、兵庫、山梨、香川、広島の各県警部長、新潟県内務部長などを経て1901年4月2日、鳥取県知事に就任。就任直後には、県下を巡回視察し、 教育施設の整備や森林の増殖、県営も半林造生などの事業を進め、1906年7月28日に退任すると同時に岡山県知事に転じる。1908年7月20日に退任し、宮城県知事に転じる。ここで彼は、七ヶ浜、塩釜松島、成瀬と松島湾の島々を含んだ地域を一大観光地化する。 松島公園構想を打ち出し、そのシンボルとして、東北地方発のリゾートホテルである、松島パークホテルを建設した。岡山県知事時代の寺田博之そして、寺田は1913年2月27日に宮城県知事を退任し、広島県知事に転じるが、ここで彼は日清戦争を契機に発達した県内製品の販路を開拓する拠点として、 各府県で設置が進んでいた物産陳列館を同県にも建設する計画を進め、宮城県知事時代に松島パークホテルの設計を依頼していたチェコ出身の建築家、ヤンレツルに同館の設計を託し、広島県物産陳列館は1915年4月5日に竣工した。彼はこれ以外にも県内の工業政策を推進し1915年4月5日より、 広島県物産共振会を開催、同年7月には広島県植民協会を発足させた。翌1916年4月28日に知事を退任した後は文官文言令第11条第1項第4号に基づいて休職したが、1917年3月6日に脳一血を発症。東京、赤坂表町の自宅で療養するも、肺炎をも併発。 同月14日に死去した。葬儀は19日、青山斎場にて営まれた。なお、一回は、十三味君に二頭であったのが、既得に際して一段特進したため、最終的には、肖像位、君に二頭となった。ありがとうございます。